どうも、テノールの中井良一です。2021年最初の収録に臨んでいます。今年も、このチャンネルで皆さんどうぞよろしくお願いいたします。新年1曲目はですね、日本の歌でご紹介しますけど、タイトルの前にこの曲はね、日本人の作曲家じゃありません。ルートヴィッヒ・シュポーア、あの作曲家としてね名を成した、あとはルイ・シュポーアというペンネームで活躍してたみたいですけど、そのシュポーアが作曲したものに三浦和夫さんという方が訳詞をつけた日本語でアマチュア合唱団、特に男性コーラスの愛唱歌として、あのいざ立て戦人よと並ぶぐらいもうバイブル的な名曲として長い間今でも愛されている曲ということで、元はドイツの曲なんですけど、日本語で歌われるってことで日本の歌の分野で紹介したいと思います。お待たせしました。タイトルはですね、そのルイ・シュポーア作曲の我が歌。ちなみに元のドイツ語の、現代元のタイトルは Das Lied、 英語で言うと The Song、 まあそのまま歌というタイトルがついた曲、それを我が歌と訳詞されているわけですね。で、新年早々演技がいいのかどうか、この曲は今回初めて、ご披露したいわゆる蔵出しの曲でございます。曲と出会ったのはね、随分前で、以前ね、遥かな友にの、トークの動画で、少しご紹介したアマチュア合唱団さんで、その時はね、あのメンネル講和東海さんとのご縁をお話ししてるんですけど、この曲はですね、私がご縁をいただいてる2つの合唱団のうちのもう1つの、同じく男性もシニア合唱団と言っていいと思います、名古屋で同じくメンネル講和東海さんと同じく名古屋で練習を積まれて演奏会も名古屋で、されている名古屋グリークラブさんというあの男性合唱団がありまして、こちらはですね、切断団を作られた時から、まあ、その時はボイストレーナーだったかな、ちょっと役職まで覚えてないんですけど、でもうその割と直後ぐらいから指導にも携わるようになりまして、こちらはあの副指揮とかではなくて、あの団内指揮者さんが普段やってて、行ける時に僕が行って本番も僕が指揮をするっていう意味で、メンネル講和東海さんよりも少しこう結びつきがこう深いかもしれません。でその、名古屋グリークラブさんのもう切断当時からのですね愛称かっていうか、いつも打ち上げとかでもね、あと練習の時でもこの我が歌を団員の皆さんが歌われるのを聞いて、うわすごいいい曲だし自分も歌ってみたいなと、長々思っておりました。で遥かな友にもそうなんですけど、なかなか合唱のアカペラ曲をねソロのテノールが歌うっていうことはあまり機会がないですし、音楽的にもね伴奏がどうしてもないっていうかあれなので、舞台ではまだやったことが ないんですよね。で今回ギターで、まあ、なんとか弾いてはいますけど、いつかねピアノ伴奏でこれドイツ語も交えながらやってみてもいいかなと思うぐらい、テノール歌手オペラ歌手にねぴったりの調整高さなんですよね。逆に言うとね、そのアマチュア合唱団さん、僕もね高校生ぐらいで音楽の授業で高い音が難しいなとか覚えてますけど出ないなとか思って、随分高い音域にあるんですよね。でもその僕が聞いた名古屋グリークラブさん、まあ、今もそうですけど、もう本当に気持ちよさそうに皆さん歌われていて、どのパートの皆さんもできっと学生の頃からよく歌われてるんでしょうね。身に染みた曲のように私はこう聞こえたものですから、それもあってね、自分でもお気に入りの一曲なんです、ね、今回初めて歌えてすごく幸せですね。もう少しこう音楽のことで話せば、その作曲家のシュポーアがですね、調べてみたら、まあドイツだから大体ね、ベートーベンとかシューベルト、
あたりとね、こう重なってる時期に活躍してるんですよね。なんかバイオリニストだったみたいで、専門というか元々はあのベートーベンのシンフォニー、たくさんの交響曲ですねを初演した時にもバイオリニストとしてオーケストラの一員として参加してたりするした人みたいなので、なんか音楽の作りがやっぱりあの時代の、ドイツ系の声楽曲とね、やっぱ類似してるところがあって、歌っていてもそういうところを感じました。で、詩ですね。で、特に、日本語に特化して話すと、三浦和夫さんの訳詩なんですけどね、特に2番、歌こそは慰めぞっていうのを繰り返すんですよね。すごい、4回繰り返すのかな？それがね、やっぱり特に今このコロナの時期もあるでしょ。今これ話しているこの日もですね、いくつか本番が実は飛んだんです。いわゆるこう、キャンセルになっちゃったんですけど、こればかりは仕方がないんですけどね。で、でもせっかくこういう YouTube で自分のチャンネルを持つっていうのは、こういうのを記録に残せるっていうのがすごく将来ね、何十年後かも残ると思うと大事かなと思うので、あえて自分のためにも近況も話すとですね、やっぱり、この先も世界的にね、こんな大変な感染によるコロナ感染による、ね、影響っていうのは避けては、ね、避けられそうにないので、長いスパンでこう前に進んだり一回こうまた我慢したりっていうのを繰り返す時期が続くと思うんですよね。で、そんな中にあって、こう、歌こそは慰めぞっていうのをね、自分で歌いながらね、ジーンときながら、なんか歌ってしまいましたね。歌、音楽はもちろんですし、この言葉っていうのも本当にこう、人間の心を、揺り動かす力があるんだなと改めて感じながら、またこのチャンネルでね、いろんな曲を、紹介していこうと思っています。はい、あまりこう、新年早々、締めっぽいことを言うつもりはございませんので、でもね、何十年後かにね、これ自分が見ると思うと、そこはワクワクするんですよね。あんなことがあったんだなと思ってね。はい、また次の、動画も元気にお送りしたいと思います。よかったらこの我が歌、また皆さんも、繰り返し聞いてみてください。歌こそは慰めぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。